ここにあるのは今から200年ほど前に作られた日本のロボット技術の始まりとも言われているからくり人形です。ここにあるのは最近作られたレプリカ、複製品と言いますけれど、中の仕組みは200年前とほとんど同じように作られています。もう木と糸、この黒い部分がゼンマイですね。はい、今ご覧いただきましたゼンマイ、これを動力として使います。最初にこれを使ってゼンマイを巻いてあげます。どうやって巻くかっていうと、ちょっとお行儀悪いですけど失礼します。ここに巻くところが出てきます。これがいい音がするんです。ゼンマイが巻かれる音ですね。はい、これで準備完了なんですけれども、これだけだとまだ動きません。でここに置きます。でここにお客様がいらっしゃるとします。でこのお客様までこの人形に茶碗を運んでもらいます。この時に足はこうすり足で動いてます。頭もこうやって動いてるんです。お客様の前に着いたらば茶碗を取っていただきます。で飲んでる間はこの人形は待っててくれる。で飲み終わった茶碗をこの茶卓の上に戻します。ちょっと夏バテ気味ですね。もう薄々お気づきだと思うんですけど、腕がスイッチになっていて、下がってスタート、上がって止まってたわけです。そのきっかけを作ってたのはこの茶碗の重さです。さっきは茶碗を置いたら U ターンが始まりました。今度はどうかというと、もう U ターンしないんですね。持って帰ろうとします。つまりスタートとストップのからくりとは別に U ターンのからくりがあったわけです。今からその種明かしをします。種明かしはこの人形の足と足の間の仕組み、メカニズムにあるんですが、ちょっと小さくて見づらいので大きい模型がご用意してあります。はい、ごめんなさいね。はい、これが足の部分だけ拡大して作った模型です。ここの部分、ホームベースみたいなのがここですね。今足がこんな感じについています。でこの人形足動いてたんですけれども、実際にはこのような三輪車のようなものに乗って動いてたわけです。そしてこの U ターンのトリックで重要な役目を果たしているのがこの青い、今ではカムと呼ばれているこの部品です。このカム、人形が前に行くに従って後ろの方からこうぐーっと回ってくる仕組みになっています。ぐーっと回ってくるとやがてこのカムが黄色いパーツに当たる時が来ます。黄色いパーツは赤いパーツを直接押して、赤いパーツが前輪につながっています。さらに回転が続くと、今度はこの青いパーツが黄色いパーツから離れる時が来ます。するとその瞬間すべてのパーツが元の位置に戻ります。車輪がまっすぐに戻ります。つまりカムが黄色いパーツを押している間だけ車輪が右を向き、カムのここの長さ、この長さがちょうど180度 U ターンになるように200年前に計算して作られていた、そういうわけだったわけです。では種明かしが終わったところで、今度はこの着物を着ていないこちらを動かしますので、中の動きをもう一度ご覧になってみてください。今ここにカムが降りてきてるのご覧になりますでしょうか。カムがここに来てます。ご覧になりますでしょうか。カムがここに来てます。実はこのカム、こちらで場所を変えることができる。カムの位置を変えることができるというのは何を意味するかというと、ここで U ターンの位置を決めることができるわけです。つまりこの人形はゼンマイの力が続く限り運動会のリレーのような動きを繰り返そうとします。そしてお客様の位置がちょうどこの第一コーナーカーブのちょっと手前になるように、あらかじめこっそりとカムの位置を合わせておいてスタートさせます。お
客様の前でお客様がお茶碗をお取りになるので、この人形は一旦止まります。でもこの子にしてみれば、ここで茶碗を取ろうが取るまいが、もうすぐ次の瞬間に U ターンする気満々でここに立ってるわけです。でもお客様はそれをご存知ありません。ですので、まるで置いた途端にこの子が自分の考えで片付けたかのように見せかけたわけです。ここでカチッという音がして直進に変わります。これが茶運び人形の仕組み、メカニズムと演出、見せ方だったわけなんですけれども、最初にこの黒いベルトのようなところがゼンマイだと申し上げました。今皆さんのお宅にゼンマイで動くものって何かお持ちでしょうか？ゼンマイで動くもの何か持ってますか？チョロキュー、ありがとうございます。はい、チョロキューゼンマイですね。あとよくいただくお答えとしては、オルゴール、メトロノーム、おもちゃの一部、それから古い時計なんかですが、ゼンマイってこんな形してます。こんな形してます。お蕎麦屋さんで山菜蕎麦注文すると大抵ゼンマイって入ってますけれども、あのシダの仲間の植物にこれが似てるからゼンマイと呼ばれるようになったそうです。それはどうでもいいんですけど、これを回していきます。だんだん小さくなります。で、この後ろの手を離すとどういうことになると思いますか？はい、はい、ありがとうございます。ちょっと見てみましょう。3、ちょっと大きい音がします。3、2、1。結構強い、一種強い力で戻りました。ゼンマイというのはバネの一種です。スプリングです。形を変えると元の形に戻ろうとする性質がある。その力を使ってこの人形を動かそうとしてたわけなんですけれども、今みたいに力を一気に使ってしまうとこの人形をうまく動かすことができません。この子がですね、チョロキューみたいにこうバーッとダッシュしたら怖いわけですね。ただでさえシュールと呼ばれてですね、なんか立ってるだけでなんか不気味って散々かわいそうなこと毎日言われてるんです。ですので、エネルギーを少しずつ長い時間同じ速さで使うというまたからくりが必要になってくる。これも模型を使ってご説明します。ここに取り出したのはですね、超速機の模型で、速度を調整するから超速機って言います。ここの部分です。最初に超速機を外して重りを上まで持ち上げます。後ろの手を離しますと当たり前ですけど落ちます。今たったこれだけの距離だったんですけど、高さだったんですけど、これがうーんと高いとスピードつけて落ちていくわけです。加速度ついて落ちるって言います。で、皆さんが自転車で下り坂をずっと行くところをイメージしていただきたいんですけれども、ブレーキも何もつかないと、もうどん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 スピードが出て危ないことになりますが、ブレーキ上手に使うと安全な速さで同じ速さで降りる。そのブレーキとブレーキのかけ具合を決めているのがここの超速機の部分です。さあ、いかがでしょうか？エネルギーが一気に使われずに少しずつ長い時間使われている、重りがほとんど同じ速さで落ちていっているのをご覧いただくことができたと思います。この仕組みが時計の仕組みそのものなんです。今これでも結構早く落としたんでカタ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 言ってましたけれども、もっとゆっくり使うと時計の仕組みだという音になります。このからくり人形を得意としてました田中久重という東芝を作った創業者、50過ぎてから後ろの時計を作ってます。和時計の最高傑作と言われている、万年時計です。人形と時計、全然、違うように見えるかもしれないんですけれども、肝となっている技術が一緒だったわけですね。はい、じゃあどうもありがとうございます。これでからくり人形の実演を終わります。